2013年10月14日、唐突にこんなスレが立ち上がりました。黒歴史さらして一番告知まで恥ずかしくなった奴が優勝。そんなわけで今回は、いろいろなパターン別にスレ民たちの黒歴史をご紹介していきます。まずは、中二病系黒歴史です。中学生の時ノートいっぱいに俺は世界を変えるって書きまくってた。怪我してないのに、体中に湿布貼ったり、顔に絆創膏貼って学校行って、昨日の喧嘩した相手空手の有段者だったって言ってその喧嘩のハイライトを実演してみせた時、少し出血した際その血を頬に塗りつけ戦闘部族を気取ってたこと、なんかかっこいいと思って記憶喪失になったふりしてた、謎の施設で育てられた設定。クラスに一人はいるやつですね。鏡の向こうの世界に行きたくて、学校の鏡とかユニクロの鏡とか、とにかくいろいろな鏡に頭くっつけて何秒か目をつぶりながらブツブツ呪文を唱えてた。一族の末裔がかっこいいと思って両親と兄ちゃん死んだことにしてた。侍や忍者に憧れてちょんまげして登校してた。北斗とか持ち歩いてた。手拭いで顔隠して忍者みたいとエツに入ってた。町内では有名人だった。中学生の時デスノート作ってた。当時デスノートは各学校に一冊以上あったでしょうね。欠面毒性を口癖のように言ってた。消しゴム落として拾う時とかも周りに聞こえるくらいの声で言ってた。これはこっちも恥ずかしくなるな。ここまでは皆さん一度くらいは見たことのある中二病だと思います。ここからはちょっとハイレベルな中二病黒歴史をご紹介します。学ランにレナードと草刈り用のナタを装備して深夜徘徊。射出されなくてよかったな。中学の時隠れ不良を気取ってた。ブレザーの内ポケットにはマイルドセブンとウイスキー、夕日を見ながらタバコをくゆらしウイスキーをピュポンと飲むのが最高に渋いと思ってた。初めて黒歴史書いたが結構きついもんだな。臓器提供の欄に全部提供、ただし右目を覗くって書いてた。目玉の親父かよ。かっこよ。体育祭の全体練習で俺だけ一歩も動かなくて、先生に早く動けって言われたから、ダメだ結界の外に出るなんて、とか言ってた、死にたい。クソはロタ。これ考えたら同級生からは変な奴だなーで終わるかもしれないけど、先生からしたら、こんなキャラ付けして成長したら後悔するんだろうなーとか思われてると思ったら、恥ずかしくてたまらないな。次はドラゴンボール系です。BB 全盛期、河原で油かいて、瞑想してた。修行とか言って、そして不老者から足しびれるだろって、小汚い座布団1枚もらった。修行に憧れて友達と、二人で夜中に修行してた。先生に向かって、俺はこの左肩と契約して手番を手に入れた、とか言ってたの。クラスの奴らに聞かれた俺は、どうやって生きていけばいいの。小学生の頃自分を多重人格設定にしてその人格のイラストを見せたり、その人格のように演じたりしてた。殺し屋に憧れてエアガン持ち歩いてた。次は可愛らしいけど恥ずかしい黒歴史です。掃除中に学年一可愛い女の子が雑巾がけしてるところを同じく雑巾がけで追走。小学2年生の時まで女の子と遊びでキスしてたこと。2ヶ月入院してた病院の看護師にラブレター渡した。結果は聞くなよ。何を思ったかクラス委員に立候補するも、誰も手を挙げなかった。オリジナルの漫画書いて南見せびらかしてた。アンケートとかキャラ募集とかしてた。小学時代の授業中、誰かが回答して同じだったら同じですって答えるルールがあったんだが、片思いしてた女の子が回答したら違ってても同じですって常に言ってた。休み時間寝る時に机に突っ伏してではなくポケットに手を突っ込んで寝てた。サスケをイメージしてた。卒業式でスピーチ全員やるんだけど、卒業証書受け取ってからマイクのとこまで行く時右手と右足同時に出して綺麗に歩いていったよ。うわぁ。ナンバー歩きかっこいいぜん。学校で絶対に喋らなかった。小さいノートに空想の女の子の特徴性格容姿こういう時はこういう行動するとかひたすら書いてた。ジャンプのノートに書いた女の子が現実に出てくる読み切りの漫画に影響されて書いてた。好きな女の子の名前を消しゴムのカバーが被るところにこっそり書く。小学校の時それ流行ってて隣の席の女子の消しゴム勝手に見たら思いっきりビンタされたわ。付き合ってるわけじゃないが中学の時よう思いだったこと。全校集会とかの時こっそり手を繋いだり手紙交換をみんなにバレないようにしてた。ハリーポッターでホグワーツ行きの秘密のホームに行くために柱に突っ込んだやつをやった。みんないろいろな黒歴史を持っているものですね。続いてはスレミンがぼっちになるきっかけとなった黒歴史をご紹介していきます。中1だった頃の話。友達がある程度いた頃だった。中2病ピークだった俺はみんなの前でこんなことを言った。俺は孤独が好きだ。孤独に一人だけになりたい。キリ以来ぼっちの俺です。中学最後の試合、勝てない相手だったので発想に構えてグレンケン。当然、かわされ負けた。試合後、みんなに無視された。あ、剣道部ね。中学最後の試合でグレンケンを使ってはいけませんね。部活を辞めたいという A 子がいた。当時辞めてほしくなかったからメールで必死に引き止めようとしたのね。A 子さんがいなくなるのは悲しい。最後の学年だしあと半年頑張ろうぜ。それでも辞めるというなら俺に止める権利はないわ勝手にしやがれ。送信した翌日 A 子が部活に出てきたからほっとした。そしてなぜか俺が半年間全部員からはぶられる羽目にあった。次のスレで出てくるメイリストは、メイリングリストの略で登録している人にメールを、一括送信できる仕組みのことです。
メイリスの連絡が借り合って携帯メールを飛ばしまくってたこと、意味わかんねえよと、俺の知らない裏で別の連絡網が形成されていたことを知るのは後の話。学祭で X のコピーバンドをやってた、カッコつけてその時付き合ってた女に向けて、この曲だけは俺の大事な娘に送るよ、とか言ってエンドレスレインを声ひっくり返りまくって熱唱した。翌週からぼっちになった。中学校卒業が近づいた頃、放課後たまたま教室に一人という状況になった時、魔が差して好きだった女の子のリコーダーをペロペロした。勢いに乗って好きではないけど可愛いと思ってるこのリコーダーもペロペロした。この秘密は墓場まで持っていくつもりだったが、二十歳の時成人式の二次会の帰りに顔なじみの男友達5人くらいで帰ってたら、酒のせいでうっかりカミングアウトして大爆笑された。その時は笑って流れたけど、帰ってから冷静になると喋ったことを激しく後悔。万が一その中の誰かが他の同級生に漏らしてたらと考えると怖くて、同窓会には絶対に行けなくなった。ちなみに今30歳だが、中学の同窓会にはまだ一回も呼ばれてない。続いては怪我をしてしまった痛くて恥ずかしい黒歴史です。劇でおばあさん役をすることになり女装してはしゃいでたらスカートの裾踏んで舞台から転げ落ち前歯を折ったこと。柔道で相手の受け身が悪くて骨折った帰り道。自転車で転んで、俺も骨折したこと。次の日の投稿が恥ずかしかった。わら、飛び蹴りで相打ちして両方とも骨折した。痛い思いもして恥ずかしい思いもするなんて踏んだり蹴ったりですね。続いては、今考えるととんでもないことをしていた系黒歴史です。度胸試しと称して児童館の周りを友達と下半身出して走り回ってたこと。中学生の男子にマスターベーションを見せつけてたこと。性教育の一環のつもりだったんだがね。その男子が今変なトラウマで悩まされていないことを願うばかりです。保育園の時に昼寝の時間に女の子のをいじらせてもらうってのが流行った。もちろん触る時には干渉していいって聞くのがオッケー。聞かずに触ると騒がれる。基本的にオスにメス位置でやってた。しかも毎日。厨房の時図書室に適当前で言うか、な、しまくってたこと。続いては今考えると悶絶する勘違い野郎系です。中学生の時音楽の授業で歌う時、高い声出せる俺かっけーと思ってて、ずっと甲高い声で歌ってた。ガラケー時代にブログが流行ってて、その頃ちょうどラスタカラーにハマってて、特にレゲエ好きでもないのに自分のブログに尊敬する人ボブマーリーとか書いてた。今はレゲエも聞くようになったけど。見栄張りたいお年頃にありがちです。中学の時学校、自分の机に青春ってまあまあの大きさで落書き書いてた。好きな相手の卒業アルバムの寄せ書きに告白的なの書いた。死にたい。中学生の時ブログに、今日の星は冷たく輝いている。まるで今の俺の心のようだ。またこうして今日が終わっていく。今日も思いを伝えられずに。って書いたの覚えてる。鳥肌やべえ。わら。卒業式に同じ空の下にいるんだからまたきっと会えますって真顔で言ったら女子師匠。卒アルの寄せ書き欄といえば、二人にしか書いてもらえなかったから。ベント自体を変えて自分でコメント増やしたっけな。今見ると自体あまり変わってないし読むの恥ずかしい。次のスレで出てくる魔法のアイランドは、携帯小説投稿サイトのことです。初めて携帯を買ってもらった頃、魔法のアイランドにハマった。ついには自分のサイトまで作り当時好きだった作品のすごい下手くそな自作小説を書いて載せてた。今思い出すと転げ回りたくなる。先輩に恋愛の相談メールを送ったはずが間違えて片思い中の相手にご送信してしまった。という系デート的に片思い中の相手にメールを送った。それを違う相手含めて3回。厨房の時銃火器が好きで銃に詳しいやつかっこいいみたく思ってた。思い出して一番死にたくなるのは、鼻血を出した時おもむろにエアガン祭りでもらった安物取り出して、って震わせながら、おかまで頼むから暴走するなって当時好きだった子に聞こえるように言ってた。もちろん好きな子には何言ってんだこいつという顔で見られエアガンも没収された。あと俺とこいつエアガンは一心同体なんだよとか言ってた死にたい。黒歴史は本人の責任とは別のところで生まれることもあります。続いてはなんでそうなった系です。高校が男子高校だったんだが、トイレで子、ドーム使って抜いてせい、入りの子、ドームゴミ箱に捨てて帰ったんだが、その子、ドームが見つかってゲイがいるって噂になって全校集会が開かれた。そしてなぜかその後俺がやったってことがバレて職員室で説教された。それ先生が舐めて犯人特定してたぞ。貧乏不潔でいじめられてた女子を正義感から助ける。その女子、弁論大会にいじめを題材で出場、俺に助けられた、恋をした、いじめ良くない的な内容。学校代表で地区大会市大会県大会と順調に駒を進めてしまう。有名になり地元市になぜか俺が取材される。なぜか俺が県の最終選考で漏れた市のコンクールの作品が紙面掲載。小学3年の時、掃除の時間に雑巾が消してたら、同じ班の掃除してる女の子のほうきに、つまずいて派手に転んで怪我してしまった。そのことで怒ったら、大泣きしてしがみつかれながら謝られた。そこまでされると罰が悪くなってもういいからって言って無理に振りほどこうとしたら、ズボンを掴まれてたので、ずらされてパンツ丸出しに、また怒りが込み上げてきたけど、女の子泣かして注目集めてるし、パンツ丸出しだし、どうしていいかわからず、頭真っ白になってトイレに逃亡した。野球部のやつで友達になりたいと思ってたやつがいたんだけど、そいつが打順でバッターボックスにいたところを、
たまたま俺が通りかかった。そいつがフルスイングしたから俺がおおすげえってちょっと大げさに歓声上げたら、そいつの打った球はボテボテのピッチャーゴロだった。続いてはちゃんと注意していれば免れることができたであろう、うっかり系黒歴史です。翔平くんが刺されたのに浩平くんの俺が間違えて答えちゃった時、一時期男子のズボンを下ろすっていういたずらが流行ってたんだけど、間違えて俺は女子のズボンを下ろしてしまった。男友達だと思ってちっこは静かにして逃げ逃げしたら感触が違うと思ったら、女友達だった。すぐにトイレに行き何をしたかはご想像にお任せ。男友達が後ろにいると思って振り返ると同時に股間に裏剣したら俺が大好きな女子だった。相手は、ってなってた。女の子でよかったな。俺なんて友達かと思って肘でガッてやったら、ガタイのいいドキュンで危うく殺されるとこだったぜ。寝カフェでしこり中に真上に監視カメラがあることに気づいた。角度的に俺の個室だけ見えるようになってて笑った。工房の時授業中にチャンネル開いて爆笑してたこと。小学生の時に漢字練習帳提出ってあっただろ。それを提出して帰ってくる時に自分で取りに行く制度だったんだけど、取りに行ってノート広げたらノートの最初の方の字がめちゃくちゃ綺麗で自慢しまくってたら同じ柄のノート使ってた女の子のだった。一時期隠語口に出していると超興奮する時期があった。親がいないと思って部屋でもぐ波の同人誌を音読しながらしごいて手洗いに行くと普通にいた。なぜ自殺してないのか今でも謎。希望者が受験する資格に合格して俺が代表で全校生徒の前で校長から賞状を受け取ることになった。50音順に名前呼ばれて立ち上がり、最後に代表〇〇で俺が受け取りに行く段取りだったが、俺かようでさ、呼ばれてそのまま受け取りに行っちゃったのよ。その他大勢の名が読み上げられる中、ずっと校長とにらめっこだった。校長笑いこらえてた。と後ろにいた他の受賞者も笑いをこらえるのが大変だったでしょうね。さっきケツでドアノブ回してるの見られた。続いては今考えるとなんでそんなことしちゃったんだろう系黒歴史です。教室入るとき、わざとドアにぶつかりながら入ってた。意味わからんわ。小学生のとき好きな人のリコーダーを舐めるのはなぜかプライドが許さなかったので、体操服に顔を埋めるだけでやめておいた。幼稚園のとき、一番広いお遊戯部屋に誰もいないことを確認し、私は歌姫設定で夢はダイヤモンみたいな歌を熱唱してた。中学時代ジャックスパローがかっこいいと思いその歩き方や動き方を真似してた。女子に似てると会話で喜んでた。今思うと死にたい。俺もやってた、わら。中学入りたての頃、先輩に可愛いって言われて、ブサメンのくせに真に受けて、その人の前を通るたびにまた言われるかもって期待しちゃってた。同じ部の先輩に、俺が異世界を救った勇者で、その仲間に送ったメール、という設定の文章を送信した。小学校の時保健室の先生に超能力があって辛いって相談してた。小学校の頃スカートめくりしすぎて〇〇くんが変態だと思う人みたいな感じで学級裁判が行われてクラスの全員が手を挙げた。学校でサバゲーをしてた。間違えて生徒指導の先生を狙撃した時は怖かった。親父と口喧嘩して仲直りしようとお父さんスイッチ作って、親父の前でお父さんスイッチあと言ってその後早く謝れよと言った。それから親父とは一言も口聞いてない。中3の頃当時小3だった弟の友達に混じって一緒にスマブラしてた。当然俺が圧勝でお前ら弱すぎ、わら、相手になんねえわ、わら、とか言いながら自室へ帰還。それパワクロでやった、わら、思い出したら恥ずかしすぎる。あの子らには友達いない奴だと思われてたんだろうな。実際いなかったけど。携帯持ち始めの頃自分の顔写メ貼りまくってた。俺なんて親の使わなくなった携帯でケツの穴ドアップ写真撮りまくってたぞ。携帯の画面ペロペロしてた。死にたい。みんな似たようなことをして後悔しているようですね。幼稚園の頃お母さんが板前だっていう謎の嘘をついて自慢してた。将棋クラブでチーム対抗戦やった時、俺らのチーム名は野郎と野郎同好会だった。サッカーでチーム名を決める時に鉛筆ハートとかつけてた。誰か俺を殺せ。何かあるたびに自分の妄想の人物と名言を作って自慢してた。スローキン曰く世の中の大方は血と歯であるみたいな。わけわからぬ。邪神の付き物を笑い清める神聖な儀式として風呂に十字架や札やらを貼りまくってた。おかげで母ちゃんの色をぜ、わら。2年前過去様の絵、小説作者認定された。最近になって俺を特定するという話が持ち上がったので、ネット上の知人全員に過去様の絵、小説騒動の顛末を話して個人情報の流出を止めたこと。うわぁ恥ずかしい。当時の書き込み調べられていたらもっと恥ずかしい。続いては自分の周りにいたあの人の黒歴史をご紹介します。高校の時に黒の組織に狙われているって言ってた奴がいて、そいつは組織と対抗するために銃の扱いを訓練してるらしく、今日も撃ってきたぜとか自慢してた。そいつは推薦で同志者受けて、闇の組織のコネがあるから絶対受かるって言って落ちて以来姿を消したな。このスレイタすぎて直視できない。そういえば中学の時、いきなり友人の兄貴がうちの家に来てヤクザに追われてるから、かくまってくれってきたわ。友人の話だが笑う時にわら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 って言ってた。怖えよ、なんだよわらわらって。俺のクラスメイトに相当痛い奴がいる。髪型アシンメトリー。なんか常に死にたがってて、口癖が不幸だほっといてくれ。
もし会場にラノベ持ってきて読んでる体育の時、飛んできたボールをやけにダイナミックに取りに行く、など、あげてたらキリがない。こいつにどう接すればいいのかわからない。とりあえず今はスルーしてる。ここまで様々な黒歴史をご覧いただきましたが、結局このスレでは誰が一番だったかは正式には決まりませんでした。しかし数ある黒歴史の中で唯一優勝に値するという評価を得た黒歴史があります。それではここで最もスレ内を明かした黒歴史をご紹介します。床屋でヘアエプロンの下でこっそり抜いてたら、会計の時にああいうことするなら他行ってくれってバレてた。お前何してんだよ、最低だな。床屋とか基本おっさんよくてババアだろ。優勝。唐突に黒歴史思い出して恥ずかしくなったら楽しいこと考えて記憶上書きすると良いよ。3、4回、繰り返すと忘れられる。以上です。ゆっくりおのチャンネルでは、他にもマジ吉な黒歴史スレを紹介しています。ぜひ他の狂気にも触れてってください。